お疲れちゃんさらです。今日はですね、こちら新エテロイホグマイティーリーやっていきたいと思います。ということでね、まあ、新カードマイティーディガーが出たと思うんですけど、このねマイティー、そんな強くないっていう、ね、新チャンピオンってちょっと珍しいタイプなんですけども、まあ、そんな強くマイティーディガーがですね、もう唯一活躍するデッキを見つけました。はい、新エテロイホグの、まあ、エレスピだったり、まあ、ちょっと前だとゴルナイとかかなが入ってたね、この枠のマイティーが結構強いんですよ。ということで早速ねやっていきたいと思います。さあ、ということでもうマイティね、なんかやっぱこうインドラディっていうね、なんかインドラの介護官ってね言われてますね。そう、もう何にでもやっぱ対応されちゃうっていうのと、まあ処理が簡単っていうので、まあ刺さればいいシーンはね、まああるものの、刺さんなかった時にね全然大したことない、弱いじゃんっていうカードです。まあなんですが、もうこやつがね、もう新エテロイホグの時だけ謎にね活躍します。はい、まあ、理由はちょっとわかんないんですけど、まあ、この新エテロイホグのね、両サイドの攻めと、まあ、なんか噛み合うんでしょうね。さあ、ということで今回相手はコカちゃんかな、ロケ打ってきて、さあテスラで受けられるということで、まあここはね、はい、しょうがないです。全然もしょうがないですね。で、久々のまあ新エテロイホグかな、まあ、新エテロイホグ自体もまあ、ここ最近、なんだろうな、スケキンとか、スケルトン部隊とか、まあ、圧着イロイホグが流行ってて、まあ、圧着イロイホグに勝てないので、まあ、ロイホグ対決勝てないよねっていうので、最近全然この強いわけではなかったんですけども、よいしょ。このマイティとのね、兼ね合い回り、すごい前そうなね、香りがしてます。さあ、これはまあ普通にね、新鋭隊ホバの折りが強いよねっていう。まあ、これはね、なぜ端前新鋭隊したかっていうと、相手がねロケットを打ってたと思うんですよ。そうで、ロケ打ってた分のアドがね、僕まだ攻めでも守りでも使ってなかったんで、まあ今使えましたよっていう感じかな。さあ、てか待って、あれ、ロケット圧着だな。なんか俺の思ってたの違うな。あー、これマイティ潜ればよかったね、せっかくなら。ちょっと待って、やばい、あいたー、待って、なんだこれ。相手の敵がね、わかんねえな。ギガロケか、全然枯渇じゃないっすわ。うん、まあですが、マイティが活躍できるかな、どうだろうな。真ん中デスラとかね、真ん中で集められると、まあ、全然活躍しないんですけども、まあ、使い方次第かな。で、まあ、シエンテロイホグの、まあ、基本的な立ち回り、折り、ザッピ、新鋭隊ですね。あ、クロスだったんだ。まあ、それさえできれば、マジでなんか、はい、強いです。簡単です。シエンテロイホグは折り、ザッピ、まあ、端前支援隊が理想かな。まあ、今回はね、どうだろう。まあ、やりどっか、ロケだしね、ホバが行きますね。で、この圧着衣はね、邪魔なんでね、ファイブ打ってあげて。いやー、これテスラに当てればもっと神だったけどね。うん。さあ、で、まあ、一旦ステイかな。まあ、来たらタルと、なんかまあ、いろいろやればいいかな。で、相手がもう、ロケなんで、ホバがまあ、間違いなく生きるんですよ。あとは、こういう、後ろからユニット系も、相手はロケ、打ちたいけど打ちたくないなーってなるんで、まあ、なんかタワー削られてない側にこう出してあげて、出してあげてって感じかな。さあ、で、これはもう端前行っていいですね。行ってからの、まあ、ロケなんでね、ちょっかい出します。で、このマイティのね、さあ、使うタイミングですよ。あ、これさ、今俺ロケで潜ったら天才だったかな。まあでも、なんか逆サイ刺さってるんで、いいんじゃねっていう。さあ、一旦ステイ。で、これ、クロス当たんない位置に一旦置いて、さあ、もう一回ケツザッピー。で、別にクロス来ても端前死にたいですね。さあ、これは一応出しといて、マイティを出すか悩むね。まあ、テスラを壊したい。で、ロケットなので、ホバリングは間違いなく最強なんですけども、相手の左サイドとかにね、出していこう。で、右側にロイホグもやってあげると、セパでもよかったけどね。これセパだったら多分、バカオシャレだったかもしんない。さあ、まあ、相手はコストがね、ないので、苦しいですよっていう。まあ、なんか、これに関しては、相手がロケだったんで、まあ、神相性かな。あとは、マイティは、なんかした？まあ、まあ、掘ってたんじゃないですか。頑張って地面掘ってましたね。まあ、今のね、試合では、活躍できるシーンはなかったですけども。例えばね、ゴレ、ダクネで組まれた時に、まあ、新エテロイホグって、意外とやっぱ、重力がきついんですよね。なんですけど、まあ、マイティ火力はあるんで、そういうゴレとか溶かすのにも優秀だし、ゴレを溶かした後に潜って逆サイに逃げて、後衛をね、あの爆弾でちょっかい出すみたいなのも、意外とね、良かったりするんで、まあ、マイティとこの新エテロイホグの相性もいいですね。やっぱこう、重力、溶けない相手を溶かせる。まあ、ロイジャイ、まあ、ロイファイボ系とか、まあ、ゴレ、ジャイ系、
まあ、もともと悪くはないけどね。うん。まあ、ゴレニアはより戦いやすくなるかなっていう。で、陸でも結構プレッシャーになると思うんで。さあ、これはね、もう1枚ぐらい来たら5打ちたいんですけど、来ないかな。ああ、ライトニング打たれちゃった。さあ、まさかのビッグライトニング。あ、これゴブジャイスパーキーか。何か分かんなかったっすわ。ね。ダクプリ雪玉来て、一体何のデッキなんだろうと思ってたんですけども。さあ、まあ、ここは、いやー、潜ったとて、逆サイドね、全然走らないんでね。なんかスキル使った後に、スキル使ったら移動速度上がるとか、まあ、スキルが1コスになるとか、なんかそういうのあると、もっといいかなっていう。ミリ残りで使っても、2コスでね、H ミリで、まあ、爆弾落とせるのはいいかもしれないんですけどね。なんかそこまでこう、めちゃくちゃいいやんっていう風にはなんないですよね。さあ。まあこれはできるだけイモりたいですね。自分からもう親衛隊とか展開しちゃうと終わるっすね。さあ、うまいですね。雪玉と。うん。まあでもこれは檻で耐えれるんじゃない？さあ、無理してお金にとも出さない。で、ドリルで削りたい。いやー、おぶねー。これ行ってもいいんじゃない？で、ハンター。あ、ハンター意外とでも嫌だね。だからなんか、掘るタイミングがさ、むずいんだよね。なんか、ね。真ん中にやっぱさ、受けられるとね、うまくいくこと真ん中で受けられちゃうとね、全然活躍できないっていう。さあ、まあここは一旦ステイかな。で、掘り師がね、やっぱこれゴブジャイ系にはやっぱ強いのね。で、今回相手がタルユキライトだっけ？そうだったんで、まあもう、こういうの固めちゃってね。固めちゃって、よいしょ。もう一回檻とか置いてあげてね。まあ僕の負け筋は、まあこっから僕のダメージが通らないの、スパーキーワンパンとか。まあ両サイ攻めていくのがいいですね、スパーキー相手には。まあ、ロイフグの強みっすね。まあ、ロイフグやっぱセパ、オーゴル入ってるだけ取れてる、熱い。セパ強いんでね、セパできるときはセパしといた方がいいですね、できるだけ。うん。さあ、で、ここは新手も出した方がいいですね。ゴブジャイの槍と雪玉でザッピーがある程度溶かされちゃうんですよね。うん。さあ、新衛隊ロイフグね、最近まあいなかったんですけど、まあ別に弱くはないというか、まあマイティ次第なのかな、どうなんだろう。全然なんか、今後は新環境は前そうな気がする。また4月4日にちょっとバランス調整が来るんだね。またその動画もちょっと出したいんですけど、よいしょ。一応粘れはするね。さあ、で、こういうスパーキーとか困ったら、芋ですね。芋なんですけど、やばいですね、これ。檻の位置がちょっとずれちゃいましたね。まあまあ。さあ、で、ダックプリに合わせて、まあ、これライト打ちたいよな、間違いなく。さあ、右サイドのライト打ってくる。じゃあ、まあ、左はさすがにね、止まるよねっていう。いや、もうこれ、ズルって言ったら、ズルじゃないんですけど、ズルなんですよ。何言ってんだって。もう、相手の攻め通んないですからね、本当に。で、この辺にね、ハンターとかメガが来るんで、ファイブ打ってきます。まあ、当たんないんですけどね。で、こういうことしてると、行かれます。まあ、なんですけど、鉄壁なんでね。いや、マジで。これ、絶対突破されないっすもん。で、掘れるんでね、こいつは。まあ、あんまり、掘って。まあ、爆破を置いていくのはいいことや。もう30秒なんで、これもう攻めてあげて、なんかこう、ぶっぱでもいい気がするな。もう一回掘る？さあ。まあ、しっかり最後守って勝ちかな。逃げ切りたいですね。ワンチャンの右側、狙ってくるっすね。うん。さあ、タイブレイクでファイボで、まあ、記念に潜る。よいしょー！さあ、スパーキーからね、逃げます。いや、マイティー、まあ、今んとこね。今んとこあんま、いいシーンがないだけで。別に足を引っ張ってるわけじゃないんでね。マイキーね。うん。無敵じゃないね。飾りのマイキー。さあ、ちょっとぶっ刺したいね。マイティ。まあ、タワー一本取ってからの、相手陣地に出して強制タワーにね、ひっつき、マイティは強いんですよ。そうなんですけど、それ以外はね、まあ、ゴレには強いと思います。公園にもちょっかい出せるんでね。他は、そんなです。で、今回ではペッカ交渉かな。
いや、ペッカ工場とかにはもともとこれ相性悪くないのと、もともと相性悪くないのと、なんならマイティってよりいいんじゃないっていう話。さあ、ここでもなんかね、うまいこと端前からユニットとかやられるとちょっと怖いっすけどね。さあ、しっかり折り置いて持っていきましょうか。うん、さあ、ケツペクル、あのペッカをね、どうしばこうか。まあ、新鋭隊あるんで、マイティからの新鋭隊で逆再工場とかも警戒しながらかな。よいしょ、火力枠ですね。まあ、エレキとかで、まあ、リセットされるものの、おい、これ、端前止めた方がいいね。止めて、マイティこれさ、爆発使う？使わなくていいか。なんかこの、可愛いね。削ってる感じは。頑張ってる。あ、これさ、でも爆破めっちゃよくね？爆破使って、どうなんだろう、微妙か。いや、もうこれは相手のね攻めがうまいんで、もうしょうがないですね、強ですね。で、ここに関しては一旦ロイホグで攻めたい。うん、でファイボか、あ、ポイズンかでさ、ファイブが飛んでくるよと。いや、今のねペッコーからのユニット追加はね、分かってるペッカ使いでしたね。まあ、マイティの爆破プラスタルババとかでマジアチ処理とかファイブ処理とかできたらいいんだけどね。なんかめちゃくちゃ元気だね君。うん、さあ、まあタルとかでねイチャコラしていこうか。そう、すぐねケツペしてくるんですよペッカ使い、ズルなんですよねケツペ。さあ、マイティ潜るか。いやー、なんかいい受けっすね。ちょっと怖くなってくるっすね。ファイブが来そう。うん、でもザッピーいるんでさすがに耐えれそうっすね。いやー、うまいっすねこのペッカ使い、間違いなくうまい。うん、マイキーの使い方次第ですね僕の。お前が無敵のマイキーになるんだ、いけ。さあ、こっからっすね。おお、それはちょっとナメプじゃない。よいしょ。さあ、フルカウンター。さすがにこれは、やってるくね？言うのにも当たれ、ファイボ。たまたま、当たんないか。いや、これ掘っていいな。掘り得じゃね？いや、掘らなくてもよかったかな。なんか、掘るべきなのか掘らないべきなのかがね。ふふ。あー、うまい。そういう釣り方があるんですね。ね。しかもちょっと入っちゃう、これ。いや、マジでうまいっすね、この人。私も負けてない。さあ、無敵のマイティ、マイティ、新鋭隊ロイフの時だけは輝けるぞ。で、ここで相手掘らない、掘らないでいい。いや、ドリルが強い。ドリルでゴーストやる。もうザッピー顔面。囲んであげる。よし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 。いやー、これ行ってもいい気がすんな。相手コストそんなない。どっちかにしか出せない。うん。いやー、めっちゃいい受け。いや、でも、ブータが入る。さあ、さすがに相性か、これは。相性か、んー、やばい、困る。さあ、マイティ、これマイティ受け弱えな。さては。いや、まあ、新兵隊使って、最強の受け。それでワンパンで持っていかれる？もしかして。いや、うまいぞ。ファイブ使うか、使ってこない。いやー、強っ、ホバ。無敵の。ほばげ、さあ、さすがにね、相手は諦めましたね。まあ、うまかったっすね。うまかったけど、まあ、俺の方が強かった。ただそれだけですね。ほれー、いやー、マイティー。え、頑張ってたあれ。いや、疑惑かもしんないんすけど、いやー、でも、新鋭隊マイキーね、多分やれるん、おディープショーやん。ショーちゃんやん。よろしく。まあ、僕もショーちゃんなんですけど、元ね、セリカスクエアとかね、知ってる人は知ってるかな。まあ、ほんと4年ぐらい昔かな。そう、一緒のクランで、よくね、通話とかをしたり、トロ上げしたりとか、多分ほんと世界一桁二桁とかもトップ取ってたね。三重使いですね。そう、珍しいですね。ジャイサンシーかな。当時、マジ世界一レベルでうまかったですね。そう。さあ、だから今多分エリポンジャイサンシーだと思うんですよね。一旦、無敵のマイティ
無敵なんでね、こいつ。さあ、分からしていきます。おい、無敵対決、一体どっちがね本物のマイキーかっていう。さあ、板掘ってもらって、なんかカバー来たら潜ればいいか。あー、ファイボスね、さすがに。あー、ヒースピード合わせんのうまっ。なるほどね、ガゴムレとか来ると僕泣いちゃうんですけど、なんか一応このでもこういうデッキ、この僕のデッキってコウモリとか、まあ、ガゴムレ系とかがやっぱ結構きついんですよ。そう、ファイボしかない、どっちか生きるって感じなんですけど、ファイボ使った際に困るんですけど、まあこのマイティですよね、マイティの爆破で、これ爆破をうまいこと使って、あのガゴムレとかのピンチを乗り越えられるっていうことも可能なので、まあこのエリポンうまいですね。もうこれ絶対ね、なんだろう、そのカウンターとかそのエリポン分のアドが溜まっちゃうんで。さあ、これに関しては、いやー、しかもいい3周受けですね。まあ低めからのジャイなのかな、どっちなんだろうっちゅう感じですよね。さあ、ガゴムレ追加、コウモリ追加はやめてほしい。いやー、これは美味しいですね。さあ、まあ、新エータイローフグ自体、三重子デッキのガンメタなんですよ、もともと。ガチのメタデッキなんで、なんかリズムさえつかまれなければ全然その勝ちはできると思うんですよ。さあ、一旦マイキー。ああ、これがいい。で、ガゴムレとかに、ああ、でもそんな意味ねえか。思ったり。いや、でも、いや、いい。ギャング使わしたんで、今これね、30子しかないんですよ。だから早めにロイフグ飛ばしたいですね。だからロイフグ来るだろっていうので、おお、うまい。そういうことね。まあ、一旦ね。さあ、手前ノックバックさせながらの、まあ、マイティがロイフグに腐るっすからね。いやー、ここで一旦ガゴムレを使ってもらおう。これガゴムレじゃない？で、まあ、ホバーとかで守れたらいいんですけど、ジャイが来たら潜らしてからの爆破でね、やっつけます。これ見て、おしゃれ。見せたかっただけ。これがね、そう、多分ちょっと強いんですよね。今のうまくね？今日一活躍してるマイティ。ね。いや、これガゴムレ来るかも。で、タル咲いたら左ギャング来るんで。よいしょ。一応タル使っとくか。両サイ怖いですけど、落ち着いて低めで受けると、さあ、これでね、エリポンナードをなくしていっての。いや、マイティめっちゃええやん、今の試合だけ。いや、まだ入っ、まだ終わってないけどね。さあ、許容できるっすね。潜って、いや、なんか潜らせ、え、なんかいいね。さあ、ガゴムレ、俺もしかしてマイティの使い方ちょっと上手くなってない？あれ許容できる。さあ、からの、まあ、ギャングしかない。あー、やばい、これワンチャン耐えられると終わる。ファイボ圏内か。いや、豚が強い。回します。鬼の耐え、鬼の耐えのマイティ、鬼の耐えのマイティ。いや、このスキル絶対使わんでやろ。オッケーオッケー。いやー、さすがにね。さすがにね。いやー、うまいですけども。あ、危ないですね。まあ、支援ドラッグも相性いいですね。あと、マイティのこの爆破が良かったっすね。そう、小物系、ガゴムレ、コウモリとか。コウモリいなかったけど。そう、小物系に刺さったのはね、ちょっと熱かったな。いや、マジで、これです。はい。支援ドラッグのマイティの強みです。やっとですね。4試合に1回ぐらいかな。はい。マイティが活躍します。さあ、こちら勝てばね、無敗12っすね。まあ、マイティはね、強いってよりかはもう楽しいで使うのがいいかな。多分強化されると思うんで、さすがにね。これはね、もう圧着衣とかスケキンとこう、比べ物になんないぐらいの、なんか差があるっすね。うん、かわいそうなんで。さあ、で、マイティ意外とね、まあ一つ、いいのは、初手多分脳死で出せるっすね、結構。うん。初手の押しで出して、もう動作来たら逃げればいいっていうのがあるんで、まあ、そこに関してはちょっといい部分。ワンチャンマジアチきます。あー、ファイボ。ちょっと若いっすね。いや、これ逃げてもいいかも。さあ、これ相手もう一枚出さないといけないんで。まあ、これに関してはいいですね。あー、で、ダクプリか。ダクプリラムって珍しいっすよね。ダクプリされたからロイグ飛ばしたいけど、いや、メガナイト持ってそうじゃないですか、これ。
メガラムのダクプリ5型みたいな。いや、さすがにそんなガンメタ来ないか。なんだろうね。さあ、いや、セパーしてでも飛ばしていい気はするけどな。もう10個数溜まったらダクプリもいないんで、セパーで飛ばしますか。さあ、で、あとは、芋かな。変に攻めたくないっすね。うわー、マザネク。マジか。いや、めっちゃ5打ってた、今、絶対。いや、やばい。なんで5打たんかったんや。まあ、ザッピーでいいや。ザッピーと、掘りし。しっかり掘ってもらって。エレキに弱いんだね。まあでも、ここで単品系のダックプリとかね、当ててくれると、この掘りしが結構ダメージ与えてくれるんで、そう。いやー、これ2コスで潜る価値はなさそうですね。これ早めに溶かしちゃおう。まあ、神器かな？マザネクエレキの陸攻めデッキみたいな感じっすね。多分他に大きいのはいなさそうだけどね。いてもエリババとか、ムートとかのそっち系だと思うんだけど。さあ、さすがにマジアちゃんはもう今からファイボ徹底かな。さあ、親衛隊ロイグは後ろからもうね、まあ、オリザッピー親衛隊が理想ですね。おい。さあ、なんか来た。なんか来たな。ペッカだったんですね。で、ここはね、まあ、無理して攻めないがね、新テレグ正解ですね。で、いやー、これはね、エレキから一旦逃げます。逃げて、ペッカを溶かすのに頑張ってもらいます。さすがにこれ5打っていいな。いや、ペッカがでもここである程度溶けるのは強いですね。で、まあ、5来る。あ、5が来ないのは熱い。5が来ないのは、ホバも刺さって守れて、いや、すべてがちょうどいい。で、からの、さあ、13セバですね。これ、うざいですよ。どっちを守ろうかってなるんで、これで、ね、単品系エレキ振ってくる。さあ、やりに行きます。いやー、で、小物系がないね。こういうペッカとかのデッキは、この穴掘りドリルがうざいんですよ。そう。で、まあ、ザッピーも出してあげて、いや、このドリラーが強いんですよね。結構削るよ、これ。さあ、で、ザッピーと離した位置にホバ出すと、どっちがにしか5打てない。いや、これやばい。マジで強い。さあ、いや、でもちょっと、いいラムが来たように見えて、全然です。はい、カウンターですね。いやー、これは勝ちましたね。まあ、これは別にロイグ飛ばしても何飛ばしても勝ちなんで、せっかくなら堀氏にね、いいシーンを持っていってあげたいんで、さあ、行け堀氏、ホバのタギを、ホバのタギを、取らない、決めたな、ホバリング。お前が潜ってる間にホバリング頑張った。さあ、まあ、まあ、マイティも頑張った。ってことに、急いであげてください。OK、12勝ですね。まあ、無敗っていうのもいいですね。そう。さあ、ということで、マイティディガーでね、そう、12勝したので、まあ、ぜひね、ちょっと皆さんこれ使ってみてください。マイティディガー。マイティディガー新エタイロイクですね。はい。ということで、よければチャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちんです。またねー。